こんにちは。今回は探索会になると思います。前回はギルドグラド探索までやったところですね。はい、ホバークラフトがパワーアップしたので、それで今回回っていくんですけど、その前に、女の子だっけ、そう、何回も泊まれば何かいいことがあると思うよというわけで、何回泊まればいいんだろうなんでちょっと宿屋にね泊まってみます。なんで何回も泊まなきゃいけないのか。この街の雰囲気はどうかしら。他の街とかなり違って面白いでしょ。一泊して観光してみてはどう。30ギャラ、お金は大丈夫そう。一回じゃダメだよねねえ、止まったダメか。おじさんに話しかけんのかな。いやでもこうなっちゃうね。止まります。無駄。あっちのお姉さんか。止まったよ何回止まればいいんだろう。これ別に何もないとかありえます。あれ、たださ、あれかな、普通に言ってるだけかな。だとしたらすごい悲しい上にカットなんだけど。あ、やった。アームズご一行様、こんにちは。いつもうちの宿をごひいきにしていただいてありがとうございます。そのお礼と言ってはなんですが、渡り鳥の方からお聞きしたことを教えてあげましょう。ここから南東にある大きな島より、さらに南東の島には何かの遺跡のようなものがあるそうなんです。ギルダグラードから南東に行って、さらに南東に行った島、単なる噂かもしれませんけど、お役に立てたら嬉しいですね。とりあえずじゃあここがあれかな、フリーダンジョンかな。もう見つかった、ちょっと向かってみましょう。で、ホバークラフトが、なんだっけ、ワープ、テレポートオブだテレポートオブを使うとホバークラフトが一緒についてくるようになったので、あ、もう置いてある。どこにあんの。いる。あ、こっからスタートしてもいいか。予定としては街探索しつつ、なんか新しいところに行けるから、まあ、いろんなモンスター怪獣と出会いつつ、フリーダンジョンもやりつつみたいな風に思ってます。あー、こっから乗っていくか。なんか分かりやすいよね。南東の南東って言ってたし、そうしよう。あ、で、怪獣の数を調べたんですよ。ここに何が出るっていうのを調べてたら、結構な数いるので覚悟してくださいねよし、行きましょう。まずこの辺にいる怪獣と会いたいですね。なんか周り、この辺の周りに出てくるっぽい。本当にすごい埋め立て地、形がすごいよね。ここ多分全部埋め立て地っぽいよね。面白い国だな、本当。
く合いませんな。来た。美味しそうですね。クラブバブラー美味しそうですね。また貯めて貯めて。雷かな、また。あ、アナライズしなかった。アナライズしたいな。できるかな。できなそうだな。落ちる、落ちたかな。あ、雷ですね。バブルクラスター、明太か。あー、すげー、状態異常してくんのかい。あ、そっか、レストアはこの画面じゃ使えないのか。いっか、バトル入ったので。さて、まだギルドグラードのとこにおります。じゃあこっから進んでいこう。南東のなんか山3つ並んでるのめっちゃ気になる。このほら地図で見るとわかるけど、なんもないよね。でも特に謎すぎる。南東の島のギルドグラードから南東、あれか、おっきいな島の、あ、この横も出て、あ、来ないか、これか、これのさらに南東って言ったよね。ここは上陸でき、あ、出てきた。コラルイーター、やばいの出てきちゃった。これはいきなりさ、船に上がってきたら怖すぎる。あー、ダメ、下に目がいっちゃって全然見てない、見れてない。なんだって。弱点属性の足が見えたけど、病気のあのアイコンが当たったかもしれない。タイダルウェーブだと、痛いな。ラッキーカードだ。え、すごい。ここ？あ、上陸できるな。できる。ここにも出て来そうだ。ちょっと降りましょう。変なとこ。ここでもなんかイベントできそうじゃない。不思議な島なんだけど、ここなんだろう。ここ何、まだ絶対早いよね。何で来るんだろう。これかな。格上でも緑になる。お、あれ、グラボイドはでもあったことあったよね。あるな、これはちゃうな。落ちてないし。
何もなかったです。お、サザンニードル、どうなってんのこれ。どうなってんの。回復した。木がくっついてる。なになになに、どうなってんのさ。なんだろう。あれ、サボテンくっついてますけど。320100点属性なし。それよりさ、サボテンの説明をしてくれ。あれサボテンだよね。あれサボテンですよね。どうなっちゃってんのあれ。弱点なしだっけ。しかも何、猫、虎、虎かな。サボトラ。よくわかんない。ここにはこいつだけかな。はい、よくわかんないやつだけでした。なんなんだろうあいつ、なんであんなことになっちゃったんだろう。ちょっとかわいそうじゃない、なんか。あともうちょっとレベル上げないとな。どうしても赤くなるね。ほらほら、スムーズに回りたいのでちょっとレベルを上げておこうかな、いつかは。で待って待って、ここのさらに南東の島か、あの繋がってるとこか。じゃあ謎なんだけど、あとあれか、離島の出張所ですね、この赤い点は。その周りにも何か出るっぽいので、ここほんとすごいとこなんだけど。さすが変わり者の D だわ、こんな。ごめんね D くん、ちょっと周りうろうろするけど不審者じゃないからね。なんか出てきた。あれか？ベパール。どうなってるんだ？エイみたいなやつ？また雷だ。ハイトニング。どうなってるんだろう。え？ベパール。レベル25。HP320。弱点は雷。なんか、看板がさ、濃くてさ、色が。よくわかんないんですけど。あ、でも AK か？結構でも上こんもりしてるけど。目おかしくない？すごいにやけてる目してなかった？気のせい？よくわかんないけど。よし。この辺じゃあ大丈夫そうかな。じゃあ、あそこからなんとでしょ？まず島に行って、まあ、さっきの島です、ここが。ここから南東だから、こっちの方か。あ、やっぱりさ、この島？あ、そういやさ、走りながらあれだわ。あ、あるあるある。あったー！待って、これこっちから行けなくない？行けないよね、これ。これって、あ、行けない行けない。マジかよー。そっか、じゃあテレポートするか。ここじゃ使えないのね、しかも。
おいそっか、ちょ待って待って待って、いや外回ってもいいんだけど、今日はなんかもうさ、あそこに行く予定っていうか気持ちだったから、どこにワープしたら着くかな。タウンメリアは多分さ外側に着いちゃうじゃん。シャトーか、シャトーだと手前に着きそうな気もしなくないな。シャトーに行くか。そしたらあれかな、ホバークラフト最初にもらったところにホバーついてるね。よっけ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 、いい感じいい感じ。どっちだ、方向が、あっちか。あったあったあった。ここからじゃあ、なんか、フリーファンの次何が入るんだろう。またガーディアン系だと思うんですけど、なんだろうな。これ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 、よしよし。さてここは何ですか。あー光刺す庭か、光系か。へえ。光刺す庭、あれなんだろうこれ、何あれワープしちゃった。あ、これ進んでくんだ。あ、なんだなんだ。ヒントかこれは。日は東より昇りて西へと沈む。そして明日が訪れる。道に迷いし者たちは歩みし道をもう一度振り返る。何時の目指すべき彼の地はそこに。ここはいけないよ。ここはでもいけないな。なんかでも東に登って西へと沈む。そして明日が訪れる。歩みし道をもう一度振り返る。何言ってんだろう。東だから多分こっち側に行くか。あ、進んだこれ。で、東に登って西に沈むから、こっちかな。あ、出てきた出てきた。待って待って。ザダスとブラント。でもザダスはさ、よく出てくるよね。ブラントでも初めてかな。もうよくわかんない。色違いだけど、ただの。ただの色違いだが。倒す前に、どうしようか、ガードしとくか。海は回復してよ。かわいいなあの形の、本当に好き的。かわいいだろ。タダス、レベル25、HP320、闇弱点かぁ。でっか。でかっそういう攻撃なの。ファナライズ、ブラントの話。ティム君めっちゃ可愛いんですけど、レベル25。同じか、闇か。本当に色違いなだけか。なんて可愛いんだ。ちょっとね、歩き方可愛かった、見た今。闇持ってないから、光手に入りそうだから、それはすごい嬉しい。あ、てことはまたあれか、ティムで倒す作業しなきゃいけないのか。そうだね、東に入って西に入ろうとしてるところですよね。入って、
あ、入って振り返るって言ってたか。振り返る。おっしゃ、来た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 。よし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 。階段なんだ。あ、また読めそう。真実は目に映る範囲にあると限らない。時には離れ見渡してこそ望むべき真実の姿を得られよう。お？登ってみる、見れってこと？離れてみる。な、何を見たらいいんだ。離れて何を見たらいい。え、な、何見たらいいんですか。え、離れてみた。あ、これか。なんて書いてあるの。あれ、文字ではない、これ。この一番左のは何ですかね。な、な、何でしょう。まあ、形覚えてればいいか。大丈夫、そう、まあ、気がしてきた。さあ、ちょっと行ってみましょうか。あと、なんか隠されたものとかないよね。この変な隙間もちょっと気になるけど、別に関係ないか。お立ち台なだけね、あそこ本当に。何の仕掛け？あ、かすかな声が響いてくる。そう、迷いを払うもの、道を示すもの。そう、ここに求めれば行く手を阻む扉は開かれ。問いかけに答えますか？はい。え、これさ、一番さ、左の文字あれ何？AY でしょ。真ん中右はさ、AY だったよね。待って待って。見えなかったんですけど、ちょっと。読み取る力がないわ。あれはでも下口 B かな？B？ でもなんか違う気もするんですけど。え？ちょっと B かなあれ。ちょっと、いや読めてるんですけど、読めてないんだけど。ちょっと待って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 。これ何？ R か、レイか、レイね。あ、そうか、そういうことね、そういうことね。オッケーオッケー。 B じゃないわ。はい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 。ああ、ベイベイベイになっちゃう。ピボーン、この音好き。そうだ、光って光だもんね、ここね。扉は光にて開かれ。開いた。あ、待って、ここ敵兵器？ここは、出てくるやつは、あ、でも2体。あ、2体だけ、っぽいな。あ、OK か、あの2体か。OK、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 OK。進もう、進もう。あ、もうついちゃった。嬉しいな、光。私は光を司りし者、ステアロー来た。私の力であるこの光、そなたらに託そう。やったー、ステアローはちょっと嬉しい。闇を払い光をもたらすこの力、そなたらが必要とするならば、私はそれに応えるとしよう。イエーイ。じゃあティムに。めっちゃ上がるな。シュートアイテムだ。ステアローがシュートアイテムか。ムラガルとムラシャックス。ああ、力が下がるのマジか。
アナライズか。しょうがない。シュートアイテムがやっと使えるようになりますね。いくつかなんかアイテム持ってる。これこれこれ、小石とかブーメランとかでしょ。チャクラの1、2、3。あ、ちょうどいいね。そう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 、こ石とか投げてみますかね。こうするか。おー、でもよかった、ステアローこれでゲットしました。短かったな、このダンジョン。じゃあどうしようかな、こっから。今回ここがあっさりしすぎた。これどうやって戻ったらいい？人に行けばいい？そういうの多くない？あ、戻ってこれた？ねえ、ちょっと待って、戻れない、戻れないって言おうとしたけど、これから戻るんだ。で、これなんなの、これ。これしてあろうか。え、こんな姿だったっけ。謎なんですけど、でもこれで完了ですかね。はい、無事にゲットしました。さて、外のあの小学生がすごいうるさいんですけど、時間的にどうな？ちょっとわかんないんだけど、ここまでにしようかな。ここまでにしよう。次回は、街巡りをしつつ、まだ外見の敵とかに会ってないので、その辺も取りつつ、探索会しばらく続くかもしれないんですが、やっていきます。はい、今回これで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。